谷崎潤一郎前科者1俺は前科者だそうしてしかも芸術家だ俺のあの忌まわしい破廉地罪が暴露していよいよ監獄へ送られた時 平成俺の芸術を崇拝していた世間のやつらはどんなにびっくりしただろうせめて犯罪の性質が女にでも関係があるならなんとかかとか同情のしようもあろうけれど純然たる金銭上の問題で詐欺を働いたのだから全ての人が愛想を尽かしたのも無理はない最後の最後まで俺に好意を持っていてくれた二三人の友達もあの時以来 かり俺を見放してしまった。いや、俺自身ですら、俺を見放したくらいであった。なんだバカバカしい。わずかばかりの金を欲しがって、なんという浅ましい苦烈な真似をしたものだ。俺は、これでも芸術家だということができるのか。やれ、新身の美術家だの。 奇声の天才だのととにも言われ自分でもうぬぼれていたくせにこんな惨めな姿を演じて恥ずかしいとは思わないか俺は自分でこう言ってみた俺は何よりもこの事件によって事故の優越の傷つけられたのが悔しかった世間のやつらから詐欺だの悪党だの破ンチ漢だのと呼ばれることは 必ずしもそれほど悔しくはない詐欺だろうが悪党だろうが俺は世間の善人よりもはるかに優れた天才とエッジと思っているのだからその点において俺は彼らよりも優越な種族だと信じていた信じないまでもそういうふうに自己弁護を試みていたところが優越な種族であるはずの人間が 彼らのこしらえた法律に触れて彼らの社会の制裁を受けるべく暗い牢屋に入れられても、己自身の胸の中に優越の感情が残ってさえいれば、俺はまだ優越を叫ぶ権利があるかもしれないが、悲しいかな。俺はすっかり自分で自分を見下げ果ててしまった。極夜に繋がれると同時に、 俺の日頃の傲慢は跡形もなく消えいって臆病な育児のない弱々しい気持ちばかりが俺の頭にすくうようになった俺は世間に対し詐欺を働いた相手に対し顔向けのならないような心地がする今まで彼らより優越であると思っていた俺はその実彼らよりもはるかに劣等な階級に属する 知力のの足りない、勇気の乏しい、勇気乏し憐れむべき地方であるように感じられる第一あの時まで俺を憎んだり呪ったりしていた人間があれ以来急に態度を一変してかえって俺の先天的欠落に憐憫の情を催している全く俺をふぐしゃ扱いにして一段高いところに立って俺の性癖を気の毒がり 俺の犯罪を笑い草にしている。彼らから敵視されていた俺は、いつの間にか彼らから滑稽死されてしまっている。そうして俺は、気の毒がられたり滑稽死されたりするのを、我ながら最もなことだと思い、いよいよ、ますます、自らを癒しうしている。 実際こうなっては人間もおしまいだ2あの時俺があんなになってまでもなお俺を捨てないでいてくれたのは俺の女房と友人の村上だけだった俺は本当にあの二人にだけは心の底から感謝しなければならない あの二人がいなかったら俺はことによると首をくくって死んでいたかもわからない君が牢屋に入ったについて君というものをよく知らない世間の人が驚いたのは当然のことだけれども何も君自身までがそんなに失望したり落胆したりする理由はないじゃないか君が破裂致罪を犯したということは 平成の君の性格と少しも矛盾してはいない君の生涯に今度のような事件の起こり得ることは前々からわかっていた僕は君がそういう人間であることを承知でしかも君の天才を信じていたのだそうして今でも信じているのだ僕にさえ想像のできたことが君自身に想像のできなかったはずはない 君は今度の事件によって初めて憐れむべき人間になったのではない君は以前から非凡の芸術家であると同時に憐れむべき欠落を備えた人間だったのだただ今度の事件が起こるまでは君は平成事故の優越の方面ばかりを制止して列島の方面を忘れている日が多かったしかし君はそれを忘れていても知らなかったとは言われまい 知らないどころか。君は随分持って生まれた自分の悪い性癖を呪ったり嘆いたりしていたじゃないか。要するに今更うろたえたり悔しがったりするには及ばない。ことに今度の事件のために自信をなくしたなどというのは滑稽千番だ。君の自信は初めから君の芸術に対してのみ存在の理由を持っていたのだ。 君はややもするとその旺盛な自信力を知らず知らず不正当な範囲にまで拡大して君の人格全部に相当する傾向があったけれどそれはちょうどある食べ物を美味であるから需要があると考えるような間違いだった君の人格は最初からゼロであるが君の芸術的天文は最初から偉大であった君は前科者になった今日でも 君の芸術に対しては依然として自信を維持するに差し支えはない人格上の不具者は真の芸術家たる当たわずという議論は一応最ものようだけれども筆胸君の天才を蔑視する凡庸のとの属説に過ぎない君のような癒しむべき背徳感にしてなおかつ偉大なる芸術的作品を世に示しているという事実が 雄弁に彼らの俗説を打破している。君の頭の中にある背徳性も芸術的空想も共に天から授かっている以上は人為的にそれをどうするわけにもいかない。我々は地球の回転を止めることができないと等しく、君の犯罪的傾向や芸術的環境をいかんともすることはできない。君はこの後とても、 たびたび牢屋へ入れられるような悪いことをするだろう。そうしてまた天下を共闘するような創作をも発表するだろう。君はスリや巾着切りと同じ種族の人間であり、同時にダンテやミケランジェロの住んだ世界にまで飛躍する。君は社会の行動を大手を振って歩くことのできない肩身の狭い不具舎なることを自覚しつつ、 一面において自己の天才をあくまでも頼んでいるがいい3こんな文句を村上は長い長い手紙に書いて俺のもとに送ってきた俺はあの手紙を読んだ時生まれて初めて真に感激の涙というものを味わった 俺は全体多くの罪人がそうであるように生来涙もろい性分で泣くことは上手だったが本当に腹の底から涙を流したのはあの時だけだった俺は確かにあの手紙のおかげで救われたあの手紙を読んでから俺は急に命が惜しくなり自殺するのを思いとどまった一旦俺を見捨ててしまった自信力が 再びにわかに悠然として俺の胸中を襲ってきた。俺は社会的不具者なるが故にという前提から哀れむべき劣等人種であるという結論を発見して悲観していたが今度は同じ結論から俺の芸術は天才的であるという結論を引き出すようになった。俺は自ら顧みて過去の犯罪を外ると同時に ますます事故の芸術的天文を信ぜずにはいられなくなった。俺の勇気は百倍した。俺は村上の手紙を膝の上に乗せてじっとそれを見つめたまま、長い間色々のことを考えた。なるほど、村上の言う通り俺が哀れむべき背徳感であることは俺自身にも またある一部の友人の間にも以前から分かりきっていたことだ現に今までに幾度となく俺は他人のものを欺き取り盗み取った覚えがあるにもかかわらず今度の事件が起こるまでそれが格別大した問題にならなかったのはなぜだろうか俺の友人や崇拝者や保護者たちは今日まで俺の不特技を許しておきながら たたまたま俺の行為が法律に触れただけのことでにわかに俺を軽蔑するのはなぜだろうか俺が極に投ぜられたという事実は俺が罪人としての立派な形式を備えたというだけで格別俺の内容に変化が起こったわけではない彼らの俺を公愛し崇拝し保護したゆえんのものは俺の天才にあるのだとすると 俺の境遇が外面的に変わったからといって虚虚前として俺を排斥し帰還するのは全く理由のないことであるそこへ行くと村上の態度はあくまでも徹底している少しくうぬぼれの強い言い草かもしれないが彼は俺の天才を認めている点において彼自身の天才を証拠立てている多分世間の奴らは 今まで俺をこれほどのハレンチ感だとは思っていなかったのだろう俺がちょいと不都合を働くのは芸術家にありがちのズボラの結果であって腹からの悪人ではないと決めていたのだろう一体文明社会の人間はめったに人を悪人だと思いたがらない石川五右衛門や村井長安のようなブリリアントな悪党が出てこない限りは のの罪人を人を部に入れようとする彼らは自分たちの住んでいる世の中には善人が多いのだと信じなければ不愉快でたまらないのだろうだから彼らは自分の周囲に罪人を発見するといろいろの方面からその男の心理状態を弁護し説明し結局何とかかとか口実を設けて彼を善人にしてしまう。 そうしてしかもそう解釈するのが近代的だと心得ている4例えば彼らの知人の一人が何か悪事を働いて検事局へ送られた場合に彼らは必ずこんなことを言う「あの男は人はいいんだけれどつまりバカなんだよ」 こう言って無理にも罪人を善人であったとする。好人物とか馬鹿とかいう性質はその人を善人だと信ずるのに最も有力な口実となるのである。彼らの口実はまだこの他にもたくさんある。怒りっぽいということ、臆病ということ、神経質ということ。これらの特質はみんな 彼らの抱いている悪人という概念には当てはまらないものであるらしい。悪党がっているくせにあの男はじきに腹を立てる。やっぱりあいつは人がいいんだね。とか。あの男は利口だけれども肝っ玉が小さいからとても悪いことはできやしない。とか。そんな簡単な理由のもとに造作もなく人を善人にしてしまう。 前にも断っておいた通り彼らが人を善人に従うのは弱者に対する深い同情の結果ではなく自己の不快を覆わんがためなのである。俺は自分が背徳教であることは十分に知り抜いていたけれども好か不幸か彼らのよってもって善人なりとする特徴を備えているために長い間悪人の部類へ入れられずに済んできた。 俺はバカではでなかったが、しかし確かにある点において怒りっぽくもあり臆病でもあり神経質でもあり好人物でもあったおかげで俺は悪事を働くたびごとに「君は人がいいんだけれど」と彼らに言われたそれを結句いいことにして俺はますます増長したものだ せっかく世間が善人にしておいてくれるものを立って悪人になりたくはないが、なんと言っても俺は悪人に相違ないのだ。一体、好人物であるがゆえに、臆病であるがゆえに、あるいはまた怒りっぽいがゆえに彼は善人であるという理屈はどこにあるのか。善人と悪人との間に格然たる区別はないということは、もちろん、ある程度までは真理に違いない。 問題はその程度にあるのだが、俺は善人悪人の区別を世間の人が考えているほど曖昧なものだとは思わない。見方によっては、両者の間にかなり確然たる区別があるのだ。俺に言わせると、善人悪人の区別はどうしても誠意もしくは愛情の有無に記さなければならない。 こんなことを言ったら中にはきっと反対するやつがあるだろう。世の中に誠意のない人間はいない。どんな悪人でも心の底のどこかしらに知らず一辺の誠意が潜んでいるはずだと言うだろう。ところがそれはとんでもない間違いなのだ。少なくとも未人の誠意も愛情もない人間が一人だけは確かにいる。 それは俺だと言ってやりたいしかしお前は他人の不幸を見て涙を流したことがあるだろうそれはお前に愛情があり誠意がある証拠ではないかこんな質問をするやつがあったらよっぽどおめでたい人間だ涙なんていうものは田舎芝居の寺小屋を見たってだらしなく流れ出すことがあるものだ 涙が、誠意や愛情の証拠になってたまるものか。五。俺も最初は涙に対して多大の信用を置いていた。親父にしみじみと意見された時や、たった一人の妹が死んだ時や、そういう場合に、ああ悪いことをした。 ああかわいそうなことをしたと思ってさめざめと泣き崩れた覚えがあるこんなに涙が出る以上は現在俺の胸の中に湧き上がった感情も真実に違いない俺は今度こそ本当に後悔したのだ本当の善人になったのだ俺にもやっぱり誠意があったのだ そう思って喜んだのも幾度だかわからないところがあいにくにも涙というものは人間の魂の深いところに源泉を発するのではなく極めて上っ面の気分とか情調とかいうものに支配されるのだひっきょう自分の周囲を取り巻いている情調に対して最も感覚の鋭敏なものが涙もろいということになるのだ 俺の経験によると不思議にも善人よりは悪人の方が気分に対する感覚が鋭敏に出来上がっている全て犯罪性を帯びた人間には独立した事故の上層というものがなく全然周囲の気分によって左右されている彼らは実に相手の顔色を読むことが上手である相手が悲哀の感情を抱いておれば自分もすぐに悲しい気持ちになり 相手が高潔なる道徳的のセンチメントを持っていれば自分もたちまち善人であるような心地がする。だから涙もろい人間は善人よりも悪人の方に多いのである。気分に対する感覚が鋭敏であるがゆえに彼らは往々にして神経質だと思われ利口だと思われる。自分で悪事を働いておきながら その時の気分によっては彼らは随分悪を憎み攻撃することがあるかかる場合の彼らの感情は決して偽りではなく心からそう思い込んでいるのである俺も悪人のご多分に漏れず相手次第でいろいろに気分の変わる男である善人と話をしていると俺はいつでも自分が善人になった気でいる そうして相手の一言一句に賛成し同感するしまいにはその善人の言おうとすることや考えていることがたくらまずして自然とこちらの胸中にも浮かび出るようになるたまたま先方の腹の中をこちらからピタリとうまく言い当てて相手の賛同を得たりすると俺はいよいよ図に乗って自分を善人だと信じてしまう だから一度でも俺と会話をした人は大概俺が好きになるらしい悪人が人を欺くのは欺くことに興味があるのではなくむしろ人に好かれたいという希望から相手の気分に順応する結果であろうと思う悪人は人に好かれることが愉快なために心にもない嘘をつくのであるそんな矛盾した理屈はない 人に好かれることを望むならば、なぜ悪事を働くのだこういう疑問に対しては、悪人であればこそ、人に好かれたいと思うのだ、と答えるより仕方がない。おそらくこの気持ちは、俺のような悪人に生まれてこなければ、本当に理解することはできないだろう。 悪人は善悪主婦の気分に対して鋭敏なる感受性を備えているけれどもその気分たるや極めて上っ面なもので決して彼らの魂の奥までは浸潤しない彼らの魂の奥の方には自分は忌まわしき悪人であるという意識が時々刻々に変化する気分とは無関係にちゃんと存在しているのであるこの故に すべての悪人は心中常に孤独を感じ赤爆に悩んでいる彼らが人に好かれたいと願うのはそのためなのであるしかしいくら他人に好かれても他人の感情に融合しても 要するにどこまで行っても気分の範囲を出ることはできない人に好かれれば好かれるほど感情が一致すればするほど彼らはますます孤独の感を深くする自分と相手とは表面上どんなに親密らしく見えても性格の本質にはこゆることのできない相違があって 自分は先天的の背徳教であるという自分は先天的の背徳橋であるというひがみ根性が絶えず彼らにつきまとっている俺は悪人だから善人の心理状態はよくわからないが善人にはいかに孤独な場合でも神とか良心の医者とかいうものがあるそうであるしてみると真に孤独の意味を知っている者は 悪人だだけではないだろうか彼らの孤独の背景には神だの良心だのという巧妙や色彩は寸胞もなくただ真っ黒な暗淡たる闇があるばかりであるその耐え難い孤独から紛れようとしても彼らはしきりに世間との交際を求める従って彼らの交際は ただにぎやかに冗談を言い合ったり酒を飲み合ったりするのが目的で芝居を見たりうまいものを食ったりするのとあまり大した違いはないけれども人間は気分ばかりで付き合っているわけにはいかない長い間にはいつか必ず気分の奥に隠れている魂と魂とを見せ合わなければならない時期が到来するそうなると悪人は善人に捨てられてしまう 俺なんかは悪人のうちでもよほど聡明な方だからなるたけ魂を見せ合わなければならないほどの親密な関係を作らないようにしじゅう気をつけて交際していたそのために俺はどんなに頭を使い神経を痛めたかわからない俺の方では相当の距離を保ってできるだけ上っ面の交際を続けようとしても 中には先方からどしどし距離を踏み越して魂をさらけ出して親密な交際を挑んでくるやつがある「俺は悪党なのだからそうされては困るのだ」と腹の中ではつぶやきながら俺の方でも読んどころなく本性を表す結局その男に不義理を重ね不特に極まる行為を示して 絶好されるまでもなくこちらから遠ざかるような始末になることに俺は普通の悪人と違って諸方面に崇拝者だの保護者だのを持っているのだからそういう危険が非常に多い金があって正直で熱心なる芸術の愛好者だというような特殊化が俺の生命を慕って接近してくる度ごとに俺はいつでも一種の不安を感じずにはいられない いずれこの男とも絶交しなければならないようになるのかなあそう思うとやるせない寂しさ悲しさがこみ上げてくるそんな男が現れた場合には構わずどんどん悪事を働いて早く絶縁してしまうか力ずんば極めてあっさりと付き合って誘惑に脅かされぬように 予防線を張るのである7そんな次第であるから俺は俺の知人を最初から二通りに分けておく不義理をして絶交されてもいい人と不義理をせずに体裁よく交際を続けていく人とこういう風に分類してそのつもりで付き合うのである この計画を実行するにはなかなかの苦心がいる。第一俺は、始終、前者に属する友人と後者に属する友人とを接触させないように努めなければならない。前者に対しては赤裸々に俺の背徳性を発揮し、後者に対してはあくまで芸術の面目を維持しようとする。断っておくが、俺は何も故意に、 金のありそうなやつとか騙すに都合のいいやつとかを知人の中から選び出して前者に加えるのではない彼らが2つの種類に分けられるのは多く偶然の機会によるのであるこの男には今に迷惑をかけそうだなと思ってもどうかした具合で何事もなく住んでいくこともあるこの人とは清く関わっていきたいと考えてもひょいとした弾みで悪癖を出すこともある だから大体いい2種類で分けてあるとはいうものの前者に属していた人がだんだん後者に加わったり後者の一人が突然前者に変わったりする彼らの運命は俺にも全くわからないところでこの計画が成立するためには俺の知人は俺の悪事に対して何らの復讐をも摘発をもするはずがないという一個の仮説的条件を必要とする もしも彼らが俺の悪徳を勘づいた際に秘密を守ってくれるだけの親切がなかったら後者に属する友人もみんな俺の老烈なる品性に愛想を尽かして遠ざかってしまうだろうつまり俺の知人はことごとく親切であり善人であるという予想を基礎にして俺の友人操縦策が成り立つのである俺は自分を悪人であると信ずるとともに 世間の人を善人だと決めているのであるおかしなことには悪人ほど他人の善を信じたがるものはない彼らは自分が年中嘘をつくから他人も嘘をつくのだろうとは思っていない嘘をつくのは自分ばかりで他人は皆正直だと考えているそれゆえに彼らは孤独を感じるのである この意味において彼らは至極おめでたく出来上がっている悪人はしばしば人を欺く代わりに自らも欺かれやすい人間である悪人の性質におめでたいところがなかったとしたら彼らの悪は成功するわけがないキャツらはおめでたいから善人だという世間の常識判断は悪人の真理を介せざることおびたらしいものである 世間の常識は善人の常識であって悪人の常識ではないのであるさて上に述べた二種類の友達以外に一人でこの二種類を兼ねている友達がある俺が忌まわしい背徳感であることを知りつつ俺のために一切ならず迷惑を被りつつなおかつ俺を見放さないで誠心誠意をもって俺と交際しようとする 例えばあの村上のような男である彼らはつまり俺の人格を疎んじながら俺の天才に未練をつないでいるのである君は不得意だ恥知らずだこう言ってブツブツ不平を鳴らしながら彼らは辛抱強く俺にくっついてくる俺の悪癖につくづく呆れ果てながら 俺の創作に接するとあっと教嘆の声を上げてそのまま俺の罪悪をも不都合をも忘れてしまうそういう連中に対しては俺はどこまでもずうずうしくなるこれでもかこれでもかと言わんばかりに畳みかけて悪事を働く 俺のように意志の薄弱な人間に彼らのような寛大な、生実家理解に富んだらしい態度を示すことはお互いの不幸であって。要するに、俺の犯罪をますます多くさせる結果に終わるのであるが、そう気がついた自分には、すでに両方とも引くに引かれない羽目になっている。また騙されたか。くそ、いまいましい。 彼らがこう思うときは俺の方でも、またあの男を騙してしまった悪いことをしたなあ。」と思う。それで両方とも容易に絶縁しようとはしない。あれほどの天才芸術家と金のために別れなければならなくなるのは悲しいことだと彼らは考える。 あれほど俺の芸術を愛してくれている人に不信を重ねなければならないとは何という辛いことだろうと俺も考える俺も彼らとともどもに俺自身の悪性について胆性を発しながら極めて不愉快な重苦しい感情を抱いて交際を続けていく俺が今度牢屋へ入るようになったのも 元はといえばそういう関係の友人と絶好すべくして絶好せずにあまり深く付き合いすぎたためなのだ。俺はもちろんあの友人に対して少しも恨みを言う筋はない。恨むどころか手を合わせて感謝するのが当然である。だが、俺もあの友人もあまり不愉快を忍びすぎた。あの人は 途方のない俺のずうずうしさに対して、もう少し断然たる処置を取ってくれればよかった。こんなことを言うと、自分の不都合を棚に上げて、罪とがもない相手の人を非難するように聞こえるけれど、俺は、俺自身を不具者と認めているのだから、相手の人に頼るより仕方がないのだ。俺があの人、軽男爵と懇疑になったのは、今から三、四年前。 俺の油絵が初めて文典に出品された年のことである K 男爵の名はそれ以前からディレッタントの青年貴族として俺たちの仲間へ知れ渡っていただけにあの油絵が男爵に飼われたことは他の難人に買われるよりも俺にとって光栄であり幸福であったあの当時絵の具の費用にまで窮していた俺は一挙として300円という大金が手に入ったのみならず 美術批評家として定評のある男爵に認められたことによって世間一般からも認められることができた君ぐらいの技量があれば西洋なら立派に食っていかれるのだが日本ではまだ油絵が流行らないから仕方がない男爵は折りりこう言って俺の貧乏に同情を寄せてくれたけれどしかしとにかく女房をもらって一家を構え粗末ながらアトリエを建てて どうやらこうやら暮らしていけるようになったのは、全く男爵のおかげである。そればかりか男爵は、機会のあるごとに諸種の美術雑誌で俺の芸術を称用し、俺の前途を祝福してくれた。俺は、男爵と交際するはじめにあたって、特に自分の悪癖を警戒してやまなかった。男爵の屋敷を訪ねて、 珍しい大勢の名画の複製を見せられたり美術上の意見を聞かされたりするびごとに年に似合わぬ男爵の外白なる学識と天がなる人品とに多大の敬意を払わずにはいられなかった9こういう立派な人と万一絶交しなければならなくなったら俺はどんなに悲しいだろう 俺の頭の奥にこの人の夢にも想像することのできない忌まわしい悪い魂が宿っているということはなんという情けない事実だろう。俺は生涯少なくともこの人に対してだけは悪い魂を見せてはならぬ。なんとかして清く美しく交際を保たねばならぬ。 俺は男爵の前へ出るといつもそう思ったいつも誘惑と戦っているような危険を覚えずにはいられなかっただから本当の清い交際親密の間にも自ら尊敬がありなれ慣れしいうちにも一通りの礼儀のある俺に麗しい遊戯が続いたのはほんの一年ぐらいではなかったろうか 二人は間もなく最後の遠慮を撤廃して赤裸々で向かい合うようになった二人の関係をそこまで進ませた罪はどうしても双方にあると俺は思うせめて男爵が十も二十も年が上で年長者としての圧力を持っていたならばあんなにまで恥知らずの交際をするようにはならなかったろう何を言うにも男爵は俺と同年の青二歳で しかも非常の平民主義の極端に正直な好人物であった彼は俺から恩人扱いされたり家族扱いされるのを嫌ってどこまでも芸術家の仲間へ入れてもらいたかったお互いに名前を呼び捨てにして乱暴な書生気質を発揮しているうちはまだよかったが俺はいつか彼が男爵であることを忘れてしまい彼もまた 俺の芸術を真面目腐って褒めたりなんかしなくなった。これが一番悪いことだった。次来三四年の間に俺はいくど彼を欺いて金を借り倒したかわからない。多い時は百円、少ない時は五十円。額は大体そのくらいだが、K はその金を惜しむよりもむしろ俺に騙されるのを喜ばなかった。 ことにその騙し方のあまりにそらそらしく、狡猾で、鉄面費を極めているのが、彼にはたまらなく不愉快であったらしい。俺が借金を申し込みに行くと、最初の五六回は気持ちよく貸してくれたのに、だんだん手数が面倒になって、しまいには二人とも目前として睨み合っているような光景がしば演ぜられた。君にしても僕にしても、 こういう話をするのは決してお互いに愉快ではない君にしたってこんな話を持ち込んでくるときはさぞかし嫌な思いをするだろうそれは僕にも無論よく分かっている K は息苦しい沈黙に耐えられないというふうにこう言って口を切るのが常であったおそらく僕と同じ程度に君は不愉快を感じているに違いない 君は僕が人から借金を申し込まれると断りがたい性分だということを知っているその弱点を知っていられるだけに僕は誰よりも君から頼まれた時に一層断りがたく感じるそのことは君もよく知っているはずだ10 そう言われると、僕はなんだか君の弱点につけ込んでいるように聞こえるけれど、僕は生じっか君の性分を知っているだけ余計気持ちが悪いんだよ。僕はいかにも君が人から金を貸せと言われると断りきれない性分なのを知っている。君に言わせればその弱点を飲み込まれているだけ僕に対して余計断りがたいと言うだろうけれど、僕の方では そののためにかえって頼みがたいのだ。君の弱点を知っているということが今度は僕の弱点になるのだ僕に対して君は最も断りがたい事情を持ち君に対して僕は最も頼みがたい地位に立っているだからいつでも金の話が持ち上がると二人は散々当てこすらなければならなくなる それを承知でこうして君に頼むのだから、よくよくの場合だと思ってくれたまえ。俺がまた長々とこんな調子で弁明する。K は K の好人物をさらけ出し、俺は俺の意思弱行を告白し、双方がヘルプレスな状態になって助け船を待っている。そうして、どっちも積極的に動こうとしないから、話が容易に片付かない。 そのうち二人はいよいよ胸くそを悪くする話をすれば話をするほど嫌な気持ちになるばかりだからいつもいい加減に切り上げて結局君に用立てることになってしまうんだがしかしよくよくの場合というのがそう君のようにたびたび起こるのはどういうわけだろうこう言うと君の言葉を疑うようで悪いけれどと K は妙に改まった口ぶりで遠回しに質問の矢を放つ平勢ならかなり思い切った人身攻撃を試みるくせに借金の問題が絡まってくるとお互いにぎこちないものの言いようをしてなおさらわざとらしい不自然な情勢を作り上げてしまうよくよくの場合ということを詳しく説明するとなると僕はこの上にも不愉快な気持ちを忍ばなければならないから。 その事情はおおよそ推察してもらうより仕方がない。だがとにかく欲々の場合なのだ。たびたびこるにしても、やっぱり欲々の場合なのだ。俺はまるでダダっ子のように調理の立たない返事をする。けれども、こんなことを言うときに限って、ダダをこねているつもりではなく、自分の腹の中では確かに欲々の場合だと信じきっているのである。 そんなら君、その欲欲の場合に、もし僕が承知をしなかったらどうなるんだね。誤解してくれては困るが、僕は決して君が嘘をついているというのではない。君は全く自分で欲欲の場合と信じているのだろう。だが、欲欲の場合であるような気がしていても、案外欲欲の場合でないことがありはしないかと僕は思うんだ。 君は今日僕のところへ金を借りに来れば大概成功するだろうと予想しているそして多分その予想は的中することになるだろうが K はこう言っていかにも利口そうににやりと笑うのが常であるもしその予想がなかったら君はおそらく欲々の場合になるまでポカンと放っておきはしないだろうつまり 事態が欲よく,よくの場合までこぎつけるのは、僕から金を借りられる予想があるからではないかね。十一。しかし君、どこまでが欲よく,よくの場合で、どこからが欲よく,よくの場合でないという確然たる区別があるわけじゃないのだから。 君から金を借りられるという予想があったために故意によくよくの場合を作ったということはできない。任意の二つの事件が相前後して存在する場合に、後者を前者の結果であるとするわけにはいくまい。俺はつい薬気になってこんなへ理屈を言う。もっともへ理屈である点は、K の説も俺と同様なのだが、金を借りようとする弱みがあるので、 とにかく俺の方が受け立ちになりやすいそれがまた K にとっては一つの愉快であるらしいなぜかというと彼は学識の点において俺に勝っているにもかかわらず芸術的感覚が俺よりはるかに鈍いために美術上の議論を戦わすと近頃は往々俺にやり込められていることがある K はこの際を利用し その鬱憤を晴らすことができるのである K のやり方は卑怯ではあるが俺も K 自身もそれを卑怯だと感づくだけの余裕がなくやはりいつもの美術上の議論をする俺と同じ気持ちで互いに言いまくられまいとするそりゃ君はそういうふうに思っているだろうさけれどもだねよくよくの場合ということは 他に方法がないという急遽にあることを意味するだろうそこでもし僕から金を借りられるという予想がなかったら、そして実際僕が金を貸さなかったら、君は一体どうするのかねどうすると言って、僕は君から金を借りられない場合を考えておかなかったから、どうしていいか自分にも全くわからないが、 ただもう途方にくれるというよりほか仕方がないだろう少なくとも僕は君にこんな話を持ち出すまでにできるだけの手段を講じてみたのだ八方へ駆けずり回って金策をしてもついに成功しなかったので君のところへやってきたのだだから君に断られれば今度は誰に頼もうというあてもないのだ俺はこう言って 話題をヘリクツから実際問題の方へ向き直させる。それを K はまたヘリクツの方に引っ張っていく。君の欲々の場合が僕から金を借り得るという予想とは何らの関係もなく発展したのだとすれば、君は当然僕に断られた時を考えなければならないじゃないか。そう言われればそうかもしれないが、 僕はご承知の通り金のことについては行き当たりばったりの人間だから先の先まで考えるようなことはしないのだ断られた場合にどうするかという質問を受けてみるとなるほど俺はどうする気だったろうと考えるしかし考えたところで別段方法もないのだからまあその時にぶつかってみなければわからないのだそうだろう 君はいつでもその行き当たりばったり主義で通してきたのだろう。つまり、よくよくの場合で事態が行き詰まってしまっても、その場になれば自然と解決の道が開けて、思ったよりは何事もなく君はそこを乗り切ってきたのだろう。今度にしても、ぶつかってみなければわからないというのは手段が尽きたということではなく、何とかしてしのげないこともないという意味になるだろう。 だから、君のような行き当たりばったり主義の人には、欲よ欲くよくの場合というものはないことになる。全体、K がこういう具合にヘリクツを並べるには、いろいろの動機があるのだ。彼は自分が好人物であること。 自分の情に脆い性質を俺に看破されているために俺から借金を申し込まれるとどうしても拒絶することができないというけれどそれは一面の真理であって他の一面から見ると他の人にならわけもなく貸してやる場合でも俺に対しては性質を飲み込まれているためにかえって快く貸すことができない俺に金を貸すのは恩恵を施したような気がしないので なんとなくバカにされたような気がするのであるそこでバカにされまいとする努力がこのうねうねしたへりくつとなって現れるそのくらいならいっそきっぱりと俺の頼みをはねつけてしまえばいいのにそこがあくまでも彼の性質で嫌だと言い切ることができない結局俺の予想通り金を貸さねばならなくなることは自分にもよく分かっている 大げさに言えば、自分の行為が他人の意思に支配されているという意識。この意識が彼の自尊心を甚ははだしく傷つけるので、彼は何らかの形式において俺に勝たなければ承知しない。金を取られても負けたくないというのが彼の腹なのである。金を取られる以上は事実は彼の負けであるかもしれないが、せめて自分が勝ったような気持ちになり、 相手に負けたような気持ちを与えたいのである俺の第一の目的は金にあるのだから早く議論に負けてしまえばいいのだが俺としては一種のジレンマに陥らざるを得なくなる俺は社会へ顔向けもできないハレンチ男のくせに非常識に負けじ魂の激しい人間で他人の恩恵を強制しながら自分を負けたと認めることが嫌いである 議論には負けましたがどうぞ金だけは貸してくださいこう言って哀願する気にはなれないもちろん K の意見に反抗している間はいつまでたっても金を受け取る段取りにならないからできうる限りは譲歩して K の論理を通させるように心がける実際にまた論理の対象となるものは俺の性癖なのだから勢い俺の方が冷静を失して K にやり込められる場合が多い すると「議論に負けるのはまだいい」として「あまり明白に負けすぎたら相手が金を貸したくも貸す理由を失いはせぬか」というような懸念が俺の胸に湧いてくる K の方でも金だけは取られるものとしてへりくつを並べているのだが「よくよくの場合でない」という彼の意見をあわよくば俺に承認させて借金の口実を消滅させようという魂胆が丸きりないのでもなさそうである だから俺は利害関係の上からもうっかり負けすぎるわけにはいかない。さればといって勝ちすぎてはなおさらいけない。それでなくても受け立ちのところへ、そういう心配に終わるために俺の論理は一層たじたじになり、曖昧になる。K は得たりとつけ込んで、ますます妙竹林な気弁を発揮する。おまけに彼は、 普段から論理的頭脳の面積を持って自ら認じややともすればそれを誇示する癖があるのだから始末が悪い13君はさっきどこまでが欲揚の場合でどこからが欲揚の場合でないというはっきりした区別はないと言ったろう よくよくの場合というのは外面に現れた境遇に損するのではなく要するにその人の気分にあるのだ気分によってはいつでもよくよくの場合だと感じることができるのだもし僕から金を借り得る予想がなかったら君は現在の難関をいつもの行き当たりばったり主義でよくよくだとも思わずに通り過ぎてしまったかもしれない。 いやそんなことはない。予想があってもなくっても、実際よくよくの場合なのだ。君に断られれば、僕は本当に困っちまうのだ。困ると言って、どのくらい困るのだ。失礼ながら君は、年中貧乏で困る困ると言っているじゃないか。それはそうだけど、今度は特に困り方がひどいんだよ。絶対絶命に陥っているんだ。 そんなら僕に断られたら家でも畳んで夜逃げでもするかねまさか夜逃げもしないだろうが少々方々に不意理があって顔から火の出るような恥ずかしい思いをしなければならない夜逃げをすると言った方が目的を達する上に都合がいいのだが俺には妙な共栄心があってそれがほとんど本能的に頭を支配しているため利害特質を考慮する隙もなく つついついこうう言ってしまうのである。それ見たまえ夜逃げもせず家も畳まずに住むとなれば今までの困り方と大した違いはないじゃないかそれはなるほど恥ずかしい思いもするだろうけれどそんなことを苦に病んでいたら君はこれまでこうして世の中を渡ってこられはしなかったぜ君は随分はたから見るとハラハラするようなことを平気でやってきたじゃないか 世間の義理というものに対しては、君はかなり無神経な、のんきな人間だと僕は思っている。こう言われると俺はひやりとする。K は明らかに俺の悪い魂を風刺しているのである。それほど義理を重んずる君なら、借りた金を一遍だって返したことのない僕のところへ、どの面下げて無心に来られるのだ。 K の意志は、現外にこういう結論を暗示している。俺は黙って下を向いて、密かに憐れみをこうばかりである。いつも、議論がここまで来ると、お互い嫌な気持ちになるから、あまり深入りせずにしまうが、僕はとにかく君をのんきな人間だと思いたい。君もそう思われることに多分依存はないだろう。だから、 君にとって絶対に困るとか、欲よ欲くよくの場合とかいうものは存在しないのだ。君はただその時の気分でそう感じたり感じなかったりするのだ。もっと極端な言い方をすれば、僕から金を借りることを予想するために、今の場合を欲よ欲くよくと感じるのだ。君はそれを自分で意識していないかもしれないが、 ととそううに違いないな思う <14. S 1> K の顔には包みきれない勝利の色が輝く彼はうつむいてけい的に唇を震わせている俺の打ち負かされた姿を尻目にかけながらあたかも暗室した事故の論理に無情の満足を感じるがごとく新しい葉巻に火を点じて 悠々と安楽椅子に反り返る。K の言うことが本当なのかもわからない。と、その時俺は腹の中で考える。俺は今まで確かに欲々の場合だと信じていた。けれども戦時詰めてみれば、俺には真の欲々の場合というものはない。金のことについて俺はどんなに困っても、 未だかつて通説に恥ずかしいと感じた覚えはない俺はいつでも「どうにかなる」と鷹をくくっていたそしてこの「どうにかなる」の一面には「世間の義理さえ踏みつぶせば」という条件が含まれていたのだ現在の場合万一 K に断られたとして俺はどれほど困るかというに多少決まりの悪い思いをするだけである そのくらいの決まりの悪さなら従来幾度となくぶつかった覚えがあるが目をつぶって通り越しさえすれば後に苦労の残るほどのことではないそうだ考えれば考えるほどよくよくの場合でも何でもないのだそれなのに俺は何だってこんな大騒ぎをしたのだろう何だって困る困ると思ったのだろう 俺は自らりみて自分の胸に聞いてみる要するに俺がよくよくと認めたのは己の実際の境遇ではなくって己の空想の産物だったのである俺は勝手に現実の場合とは異なったものを頭の中にこしらえ上げその幻影に悩まされていたのである話は少し横道にそれるけれどもついでであるからここに一言しておくが 全ての犯罪性を帯びた人間には空想家が多い。その意味において、一般に悪人は善人よりも芸術家である。彼らは世の中をあるがままに見ることができないで、絶えず空想を持って彩色する。故に彼らの見る世界は善人の見る世界よりもはるかに刺激に富み、誘惑に富んで、美しい幻影の世界である。 そうして、その刺激と誘惑とが、ほとんど彼を脅迫戦ばかりにどう強めてきたときに、彼らは全く抵抗力を失って、犯罪をあえてするようになる。彼らにとって空想は、事実よりも価値があり、力がある。彼らは自ら作った幻影に導かれて悪を営み、しかもその悪のために苦しんでいる。 彼らは往々空想によって未来をも現在と信じ、現在をも過去と信じたりする。だから彼らにははっきりした時間の観念というものはない。彼らの頭の中にはただ永遠の悪が宿っているのである。普通の常識で言えば悪人の方が善人よりも物質的だとされている。悪人自身もそういう風に考えている場合が多い。 ところが事実は反対である彼らの目から見れば物質の世界は空想の世界の繁栄であって後者の方が余計実在的なのである。不幸にして彼らの持っている魂は悪の魂であるがその魂の働きのみが彼らのために真実なのである。 15さて俺は K に説得されて今まで俺を脅かしていたものが単なる幻影に過ぎなかったことを悟った以上早速金を借りる必要はなくなったわけである俺はよろしく自ら進んで借金の申し込みを撤回すべきであるそれだのにおかしなことには俺はやっぱり諦める気にはならない 困っていようがいまいが、何でもかでも金が欲しいのだから、とにかく貸してくれたまえ。己の腹の中を率直に漂白すれば、つまりこういう文句になる。理由も何もない。ただ無闇に金が欲しいのである。欲々の場合というのがたとえ幻影であったにもせよ。幻影は幻影として、 己の欲望を刺激するるに十分であるなるほど、君の言う通りかもしれない。僕は事実そんなに困らないでもいいのかもしれない。けれども、なんだか僕には困っているような気持ちがするので、その気持ちのために僕は依然として悩まされている。そうしてみれば、僕はやっぱり困っているに違いないのだ。どこまで行っても、 僕の困っていることだけは本当なのだ。俺にこう言われると、K はちょっと弁惑することができない。俺のこの言い草はへ理屈ではあるが、一応論理が整っていて、打ち込む隙がないように見える。けれども K は、一旦俺をやり込めて沈黙させたことによって、すでに留飲を下げているのである。 金のことについて君と議論を始めると、いつでもこの通り果てしがない。僕はいくら説明を聞いても金を貸すだけの理由を発見しないんだが、君があくまで貸せというものを貸さないというわけにもいくまいから、まあ、貸すことは貸すとしよう。だが君、今度だけは一つぜひ返してくれたまえな。僕は、 君から無心を言われる度ごとにいちいち長たらしい理屈なぞを言いたくはないけれど、君がいつも返す返すと言って簡単に借りていきながら一遍も返した例がないもんだから、そのために僕は出ししうるようになるのだ。僕は君に貸したものを返してもらいたくはないんだが、しかし君のようにいかにも大丈夫らしく返す,返す返すと言いながら返してくれないと、全くいい気持ちはしないんだよ。 それも、一度や二度のことじゃないんだからね。ああ、わかった。実際僕が悪かった。僕だって初めから騙すつもりではないんだけれど、ついついそういう風になってしまうんだ。それは君も知っていてくれるだろうが、何にしても、僕が悪いんだから。悪いいいなぞと言いたくはない。とにかく返してくれさえすれば、 僕の気持ちは済むのだからね。ああ、大丈夫だよ。今度こそ、きっと返すよ。君が大丈夫だと言っても、例によって初めから騙す気ではないだろうが、少しも信用できないから、なるべく早く金を返して、本当に信用させてくれたまえ。それじゃあ、期限は今月いっぱいとしておこう。いいとも 今月いっぱいならまさに大丈夫だ。二十日頃になれば二百円ばかり入るのだから。金が借りられるとなると、俺はにわかに大きなことを言う。しかもこんなにまで確からしく威張っておきながら、とうとう返さずにしまうのである。十六 こういう風うにして、俺はこれまで何十遍となく、K を欺いては再び奥面もなく借りに行き、例のごとく議論を戦わし、例のごとく起源を誓い、例のごとくすっぽかすことを繰り返した。K という好人物の友人があることは、白紙弱光な俺をして、再現もなく配信を重ねさせる要因だった。俺はどうかすると、 このまま金を借り倒して絶交されてしまったら、どんなに気が軽くなるだろうとさえ思うのであった。そうは思っても、二人は決して絶交しそうもなかったのに、着せずしてそれが実現されるようになった。いかに好人物の刑でも、俺が彼に対して法律上の詐欺を働き、 おまけにその事件が法廷へまで担ぎ出されてしまっては彼の欲すると稲とにかかわらず世間の手前俺と関係をたたざるを得なくなったのである忘れもしないそれはちょうど去年の秋10月の末の出来事であるこれが大事件になるとも知らずに俺はいつものように厚かましい態度で K のもとへ無心に出かけたほどその日の俺は 今までよりも特に一層厚かましかったのかもしれない。なぜかというと、あたかもその日から10日ほど前に、ほんの2、3日という条件で金を借りたばかりだったのである。その金を返さずにおいて、今度はほとんどその倍額に近いものを貸してもらおうとするのであるから、俺もすぐには言い出せなかった。しばらくの間俺は、 俺の「ウィタセクスアリス」についての告白を真面目な調子で K に話して聞かせていたその時分俺は半年ばかり前からある一人のモデル女に枠敵して彼女のために多大な時間と金銭とを浪費しつつあった彼女はマゾヒズムの傾向を持って生まれてきた俺に初めて十分な満足を与えてくれた異性であったそれまで 己の機械なる性欲の要求をわずかに補填していた様々な空想をありとあらゆる忌まわしい無ごたらしい血だらけな幻影が生きた人間の肉体をつけてそこに実現されたものが俺と彼女との関係であったしかし不思議なことには頭の中の幻影が実現されると同時に空想に特有なる美しさはたちまち消滅して 現実の収穫のみが遺憾なく暴露された俺の頭の中に描いていた光景はこんなに浅ましいこんなにあっけないこんなに汚らしいものだったろうか俺は陥落に従事しながらしばこう考えざるを得なかった俺の陥落が空想によって満たされている間はいつまでたってもフレッシュネスを失わないのに それがひとたび現実の世界に移ると権限疲労周知などの感情が割り込んできてはつらつたる快感をドロドロに濁らせてしまう美しかるべき彼女の肉体とその肉体の下に虐げられている俺自身の肉体とは己の空想が永遠の美しさをもって輝いているのと反対にだんだん生き生きとした光を鈍らせてついには 鉛りのように陰鬱な重苦しい曇りを帯びる。それは俺にとって意外な悲しい発見であった。十七君はゴーティエの書いたボードレール評伝を読んだことがあるかねと、 K は俺の告白を聞いてから言った。ゴーティエはこう言っている。ボードレールの詩の中にある女性は、個々の現実の女ではなく、典型的な永遠の女性である。彼はインフェムを歌わないでラフェムを歌っているのだって。君のようなマゾヒストの頭の中にある女の幻影も、やっぱりある一人の女性ではなくて、 完全な美しさを持つ永遠の女性なんだろうだから現実に行き当たるとすぐに失望するんだろう K の観察は確かに当たっていた俺はこれまで極端なる女性崇拝者であったがその崇拝の対象となっているものは己の悪い魂が空想している女性の幻影に過ぎなかった俺がたまたま一人の女を恋するのは その女のの女中に自分勝手な幻影を見ているのであった。だから「幻影」と「実際」との相違が明らかになるや否や俺はその女の中に「幻影」を求めようとするそうして俺は次から次へと女を取り替えたが常に失望と幻滅の悲哀とを繰り返している俺には世間一般の男子が経験するような恋愛の味がわからないのである 強いて俺にも恋愛があるというならばその相手は俺の頭の中に住む幻影の女である俺は女房を持っているが彼女が俺の恋愛と何らの関係のないことは断るまでもないこういうふうに考えてくると俺はつくづく自分を非物質的な人間であると感じざるを得ない徹頭徹尾 俺は空想のの中に生きているるである完全な美しさを備えた空想の世界から翻って不完全に満ち醜悪に満ちた現実の世界を眺める時俺はいつでも一種の呪詛と軽蔑とを感じるそうして俺の抱いている空想を何とかしてこの世に表現しようとする要求を起こす その要求が性欲的衝動となって動き出すと俺は必ず失敗するが芸術的衝動となって動いた場合に俺の空想は初めて立派に表現される俺のような罪人の脳裏にはさぞかし汚らしい思想の数々がウジ虫のごとくいっぱいに群がっているんだろうと想像する人があったらどうぞ俺が今までに発表した創作を見てくれたまえ あれらの絵画の全幅に溢れている芳醇な色彩や、有限な光沢や、単元な戦場や、ああいうものが数限りなく宝石を散りばめたように己の頭の中を塞いでいるのだ。悪の魂が織り出す幻芸の世界は、まるでラ覧の壁画のように荘厳なのだ。俺は大体いい以上のように述べたような意味を、 細々と K に語った。今度という今度こそ、僕はもう本当に女にはこりごりした。半年の間、彼女のために芸術を投げ打っていたことを、僕はしみじみ後悔している。僕の行くべき道は、芸術より他にはないのだ。僕はどうかして、一日も早く彼女と手を切りたいのだ。こう言っておいて、 俺は直下、彼女に100円の手切れ金をやりたいからとついに本音を吐いたのである随分道中が長かったね大方姉妹にはそういう話になるんだろうと思っていた。 『K のいかにも好人物らしい平和な目の玉が苦しそうに光ったけれども彼は案外驚かずにこう言って軽く受け流した。俺が1000からあんなに真面目らしく深刻らしく語り続けた告白を初めから一種の疑惑を持って聞いていたほどそれほど K が俺に対してひがんでしまったという事実は少なからず不愉快を覚えさせた。 今日はよほど難しい結局貸すには貸してくれてもだいぶん議論が面倒だろう俺は直角的にそう感じた君の告白はおそらく真実なのだろうしかしいかに真実だからといって一旦金の問題と結びついてくる以上僕はその告白を虚心坦懐で聞いているわけにはいかない 君がその告白の真実をぜひとも僕に信用してもらいたいという誠意があるならば特に今日のような金の話を持ち出す場合にはその話を避けるのが当たり前だ僕にはどうしても金を借りたいために君がその告白を利用しているのだとしか思われないこんな風にしてお決まりの論戦の火蓋が切られた 二人のおしゃべりはこれから何時間続くだろう。どうかすると、午前中に始まって伝統のつく時分までかかる例であるから、今日も大概夜にならなければ蹴りがつかないことであろう。今から六七時間、論理のはしご段をお互いに高く高く継ぎ足して、言葉の数々を山のように積み重ねて、 どこで終わりになるという当てどもなしにずるずる引きずられていかねばならないそれを考えると二人は着せずして論戦の最初から一種の苦労と圧迫とを感じるのであった決して運動会の遊戯のようにりんたる競争心を持って従事するわけにはいかなかっただが君僕にしたって この間君に借りたばかりでまた借りに来るについてはその理由を詳しく説明しなければならない説明するには嫌でも王でも告白をする必要があったのだ告白そのものが真実ならば金の問題と結びついたからといって急に真実性を失うはずはないじゃないかそれはそうだろうけれども僕が滑稽に感じるのは 金を借りるために告白をするという根本の道義を忘れてしまって、あたかも告白のために告白をしているような真面目らしい調子になっている君のその態度にあるのだ。君が金を借りる必要以上に告白の真実を好調するのがおかしいというのだ。君は告白の中に現れた熱性によって僕に痛切な感動を与え、その感動を利用して、 僕から金を借りようとするる。に見える実際はそうじゃなかろうがなんとなくそういうふうに見えるそれが僕には変な気持ちを起こさせるのだ君はなんだか告白の真実性から友人の金を借りてもいいというジャスティフィケーションを生もうとしているように見えるそう思うのは君の邪推だよ根本の動機は金にあるのだが 喋っているうちにその動機を忘れてしまって告白そのものの興味にかられてついつい深入りするようなことは誰にだってあり得るだろうと僕は思う19だから僕は君に一応の注意を与えたのさ君の告白を聞いてみると僕は 君の心境に多大な同情を寄せざるを得ない君が将来その女と手を切ってあくまでも芸術に身を委ねるということは非常に結構だと思うけれどもそれと金を貸す貸さぬの問題とは全然別だということを十分に知っておいてもらいたいのさ君の告白がどんなに立派であろうとも君は そのためにいつもより堂々と僕から金を借り得る理由はない。欲々の場合だから貸してくれというのと何らの相違がないということを了解してもらいたいのだ。いや、それはそうじゃないだろうと思う。今まではただ困っているような気持ちがしたために金が欲しくなったんだが、今度の場合は僕の気持ちのためではなくて僕の芸術を救わんがためなのだ。 君がもし僕の芸術を愛していてくれるなら、そしてその健全なる発達を望んでいてくれるなら、今度の金だけは無意義なものではないはずなんだ。けれどもだね、君が今僕から借りた金でその女と手を切ったにしたところが、これから先第二第三の女ができて、再び肉欲生活に没頭するようなことが絶対にないだろうか。 君はおそらくそれに対して自分自身を保証することができないに違いない。従来とても君はたびたび今度のような後悔をした。しかもその後悔が一向役に立たないで貧品と同じ過ちを繰り返しているのだから、将来も君が生まれ変わってこない限り、その過ちは始終発生するものと見た方が確かだろう。 そうなると、僕は要するに、君の尻拭いをしていることになるのだ。君の芸術の健全なる発達を期するためには、この後永遠に、君が女と手を切るたびに金を出さなければならなくなるのだ。君がそう思うのは、やっぱり僕の真実な告白を信用してくれていないからだろう。僕はさっきも言ったように、 今度こそは本当に後悔している。何とかして今後は過ちを再びしまいと決心している。そりゃあ僕はご承知の通り白紙弱光な人間だから絶対にとは言いかねるけれど。同じ後悔でも今までの場合とはまるで心持ちが違うのだから。それ見たまえ。結局心持ちということになってくるじゃないか。 欲くの場合でなくても欲くのような気持ちがすると同様に、本当の後悔でなくても本当のような気持ちがするのだ。従って僕は、今度も君に金を貸すことに意義があるとは考えられない。予心場告白という形物がついていたところで、不愉快を感じる程度はいつもと同じわけになる。K の不愉快は、 むしろ、いつもより一層甚だしいようであった。それだけにまた、俺の方でも余計胸くそが悪かった。なぜ俺はこんなにまで K に邪水されなければならないのだろう。わずかばかりの金を借りるために、こんなにまで自分の弱点をさらけ出す必要があるだろうか。K には、いかなる権利があり、根拠があって、俺の告白を、 俺の言葉の一つ一つを必要に吟味し、詮索し、追求するのだろう。そう思うと、俺は忌々しくてならなかった。二十。そりゃあなるほど。僕の後悔は単なる気持ちに過ぎないかもしれないけど。 とにかく僕が通説にそう感じて真面目に告白しているのに、君がそばからそれを覆していかなくってもいいだろう。たとえそれが気持ちであったにもせよ、何も君から非難されたり攻撃されたりする理由はないように思う。告白をしている当人が本当だという以上、君も素直に本当だとして取ってくれてもいいじゃないか。僕は何も攻撃や非難をするつもりではないのだから。 その告白がただの告白ではなく、金の問題と関連してくるから、勢い、君の本意を疑わなければならなくなる。君にしたって、あらかじめ白紙弱行という逃げ道を作っておくほどのあやふやな後悔を、何もわざわざ金を借りようとする場合に言い出さなくてもいいじゃないか。君の告白する態度が純粋でないから、従って、 告白そのものにも権威がなくなるわけだと思う。俺はもちろん自分の後悔をあやふやだと思っていなかったのであるが、不思議にも K の意見を聞いているうちにだんだん自信を失って、まさにあやふやに違いないと考えるようになってしまう。せっかく自分で確かだと信じている後悔がぐらつき出すと、残るものは、 金が欲しいという一年ばかりである。ただそれだけが確かなものである。やっぱり俺は、K から金を借りられるという予想を抱いて、その予想を実現せんがために後から告白を付け加え、しかもそれを、通説なる後悔の結果だと誤認していたものらしい。そのくらいなら、初めからいっそのこといつものように、 困るから貸してくれ。欲くの場合だから貸してくれと簡単に言ってくれた方が、まだしも僕には気持ちがいいのだ。君があれほど熱心に打ち明けてくれた告白までも僕が疑わなければならないようになっては、二人の間の友情というものは到底成り立たないことになるが、そうなったのは、必要、君の責任なのだ。 君一人ならどうでもいいけれど、君のために僕までがだんだんすれっからしになっていくのが、僕にはたまらなく嫌なのだ。僕は本当に百や二百の金なんぞ少しも惜しいと思うんじゃない。君が実際に困っている場合なら、僕は喜んで貸してあげるのだ。ただ、 貸したためにえってお互いの人格を損ずる結果になるような、そんな金だけは貸したくないと思うんだ。君だって、今日や昨日の友達ではなし、長年付き合っているのだから、僕の気持ちを了解してくれてもいいじゃないか。ケは泣きたくなったように瞳を潤ませて、訴えるような調子で言った。 なろうことなら100円の金を僕の前へ叩きつけて不愉快極まる論判を安く切り上げてしまいたいとさえ思っているらしかった俺も K の中情を聞いてみれば涙ぐまずにはいられなかったああ俺は何という悪党なのだろう正直で親切で書くまで善良な友人をこんなに苦しませて 何が面白いだろう。俺は覚えず、K の足元に身を投げ出して両手を合わせて、僕がつくづく悪かった。どうか許してくれたまえ。と、言いたいような気分になった。21。だが、 それほどまでに感動しながら、俺はどうしても借金の申し込みを撤回する気にならなかった。俺の心中に気ざしている金が欲しいという一年は、俺にはどうすることもできないのだった。二人は何でも午後の二時頃から晩の八時頃まで飯も食わずに喋り続けていた。俺はもう別に言うことがなくなっても、 今度こそは確かに返すから貸してくれ。ほんの一週間。一週間経てば百五六十円入るのだから、というような文句を理屈もなしに繰り返していた。一週間経って金が入るなら、それまで待ったって知れたものじゃないか。女と手を切るのに、一日を争う必要はないじゃないか。こうは言ったものの、 K の方では道理を持って俺を説き伏せるのは無駄だと考えるようになったらしかったそれは俺の涙ぐんでいる顔つきを見て多少気の毒にもなったのであろうそんならこうしようじゃないか君も自分の白紙弱光を認めているのだから今度は一つ書きつけを取っておこうじゃないか それもただの書き付けでは君の意志を動かすだけの効力がないから何か君担保を入れたまえ今度だけは必ず貸したものを取り返してみせる取り返さなければ承知しないそういう意気込みが K の口元にありありと現れていたそうだいいことがある確か中通りの大河堂の七人展覧会に 君の生物が一枚出ていたね。あれを僕に100円で売ったという証文を書いてくれたまえ。あの会の回帰は確か来月の10日までだったろうそれまでに金を返してくれさえすれば、僕はいつでも君に証文を返すとしよう。もし君が返せなかった場合には、あの絵なら悪くないから、僕が買っておくことにしよう。 あの絵はそんなに出来が良くないのだから、君の書斎に飾られては、大きに困るな。俺は、K の容易ならない決心を見て、心中、密かに愕然とせずにはいられなかった。そうして、自分が明らかに彼から侮辱されているのを感じた。が、それでも、未だに、 例のもしい初一年を翻そうとしなかった。だから、決して僕があの絵を買わなくてもいいのだよ。君に書き付けを書かせたって、それを世間へ持ち出そうのという了見はないのだから、買い手があればその人に言って、その金を僕に返してくれてもいい。第一君、一週間以内に金が入るのなら何も心配はいらないじゃないか。 僕にしたって、定当流れとしてあの絵を受け取るより、一週間以内に金を返してもらった方がどんなに気持ちがいいかわからない。そのために君に証文を書かせるのだから。本当に、今度だけは約束を守ってくれたまえ。証文を書いてまでも万一金を返さなかったら、ことに、あの油絵が、 長くこの書斎の壁画に掲げられたらその油絵が目に入るごとに二人はどんなに不愉快であろうそういう危惧と不安とは慶の胸にも俺の胸にも浮かんでいた証文を書く方も書かせる方も等しく排水の陣であった「願わくば俺の意志が堅固でありたい」 こんな危ういところまでこぎつけた以上は、これを機会に、せめて K に対してでも信頼すべき友人となりたい。そうして、K を喜ばせてやりたい。俺は心にこう祈りながら、消紋に韻をついた。その後のことはあまねく世間に知れ渡っているから、 改めて書くまでもないだろう、ま、んざら当てがないでもなかったが1週間たっても150円の金は俺の懐へ入ってこなかったそればかりならいいけれど俺はあの絵を二重売りしてその金をも使ってしまったまさかに K があの証文を明るみに出すようなことはあるまいと鷹をくくっていたのである 後で聞いてみると7人展覧会の会期が終わった時 K は箱根の別荘へ行っていたのだそうであるそうして普段から俺を憎んでいた K 男爵家のカレーがわざと気を利かせた体裁で意地悪くも会場へ絵を撮りに行ったのだという俺をその筋へ訴えたのも大方あのカレーに相違ない 俺はこれでも悪人ではないのだろうか。やっぱり人のいいおめでたい人間だろうか。今ではもう俺は後悔する勇気もない。刑に対してのみならず、俺は世間一般の人に対して本当の告白をしておこう。俺は確かに悪人だ。 微塵も誠意のない人間だ。それゆえどうかそのつもりで、俺をできるだけ癒しみ、うとんじ、遠ざけてくれ。ゆめゆめ俺に近づいたり尊敬したりしてくれるな。ただその代わり、俺の芸術だけは本物だと思ってくれ。 俺のような破廉恥感の心にもあのような素晴らしい美しい想像力があることを認めてくれ。芸術の命が永遠であるならば、それは生み出す俺の魂を真実の俺だと思ってくれ。俺が悪人でいるのは、俺の肉体がこの世に生きている。 ほんのわずかな間だけなのだから。